するしない？ひなたの部屋、今回のゲストは白鳥以上プロです。こんばんは、こんにちは。お元気ですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気。甘いの好きですか？甘いの好きですね。なんか今日超お菓子あるんでよかったら。キスコ好きですか？あー、うん、キスコスストロベリー。あ、ありがとうございます。じゃあ1個いただきます。うん、私白鳥さんと仕事以外で絡んだことほぼないですよね。ないですね。アベマのね、あのやつとかで一緒にお仕事することとかね。そうそうそう、実況解説とかそういう話す系はあるけど、あ、対局もあるんですけど、うん、一緒にチンスコを食べたことないですよね。初一緒にチンスコを食べたら、まあ、初チンスコですね。仲いい、うん、なかなかいないの。うん、今日は平谷さんにいろんなプライベートなお話を聞いていきたいと思うんですけど、はい、正直最近の人気すごい上がってきてるでしょ。えぐい。どれくらい？何度ぐらい？角度角度。いや、ここ最近プロ歴のここがどうだ、どんな感じ？人気の上がり方。なんかね、本当に分かんないんですけど、うん、いや人気というか、まあ、とりあえず街を歩いてって話しかけられる度は本当に1番か2番だと思います。 M リーガーの中で？ M リーガーの中ってか、マージャン全体の中で。正直2000人の中でってこと？俺2日に1回ぐらい話しかけられるよ。だってえ、なに、職務質問とかじゃなくて？違う違う違う、お前お前やめろやめろそうじゃなくて、え、じゃあ、あの金髪目立つだって。そうね、髪型よね。プラス、あとやっぱ見てくれてる人って話しかけやすいとかもあるじゃないですか。確かに翔ちゃんはなんか優しく答えてくれそうとか、うん、なんかそういうイメージが多分強いんで、すごい話しかけてくれる。ごめんなさい、どんな風に来んの？あやこちゃん、しあとりやるから。はい、どうぞ。あの、しあとりさんですよね。はい。あ、握手してもらっていいですか？はい、みたいな。これもうマスクしてても、うん、なのよ。え、だから最近ニット帽をかぶってるんですけど、ニット帽かぶると全然どんどんやべえボールになってくる。いや、そうなんですけど、ニット帽かぶってマスクしてるのに割れたりするの？いや、別に全然話しかけられる分にはいいんで、あの全然写メとかね撮ってくれる。マスクだけじゃ防ぎきれないよね、その菌が。菌がね、うん、そうなんですよ。でもすごいよね。いや、白鳥さんそんな話しかけられるんだ。話しかけられますね。女子何割？ほとんど男子です。でも男性の方が多いんですか？ほとんど男性。握手もほとんど男性です。若者？若い人が多いですね。あの、こう若者がいる街ってあるじゃないですか、うん、新宿とか渋谷とかに行くと大体話しかけられる。あの、しかも駅で渋谷に白鳥氏を歩いてるんですか？渋谷に白鳥氏を歩いてると、歩いてると、あのね、スクランブル交差点で白鳥氏を歩いてるってこと？そう、結構目立つわ。面白かったのは、うん、M リーグ見てます。そう、嬉しい嬉しいじゃないですか。ね、ありがとうございますみたいな。渋谷しょってんすよねアベマズだから。え、渋谷アベマズだから渋谷しょってんすよねって言って、うんうん、あ、まあみたいな。原宿寄りだけどね。ちょっとね、渋谷をしょってることになってます、ね、いろいろとこう、はい、刺激が M リーグ出て刺激を受けたので、うん、刺激とは？え、なんか率直にもうこれ、なんかもうぶっちゃけていいですか？いいよ、ぶっちゃけ、いいよ、ぶっちゃける回だから。いいですか、うん、僕の中で一番っていうか、あの、いいなと思ったことがあって。何？園田さんが M リーグに出てきたっていうこと。ケンちゃん？はい。何故？園田さんのマージャン見る機会って、うん、例えば、アベマ TV のマージャン駅伝とかそういうのしか見てなかったんですよ、うんうんうん、で、まあそれとかだけしか見てないと、実際にどんな麻雀を打ってくるかとか、その人の強さとかって分かんないもんだと思うんですけど、うん、M リーグで、あの、見てて、やっぱ最初バーって勝ってて、やっぱすごいんだけど、うん、それがその結果だけのものなのか、あの、ちょっとついてるからそうなってるのかって、やっぱちょっとじゃ分かんないじゃん、見てるうちは。だけど、やっぱこうシーズンが終わるぐらいの時に、ずーっと園田さんの麻雀を見てて、あの、この人、確実に、まあ、なんか自分でこういうことを言っちゃうのはなんか麻雀プロとしてどうかなと思うんですけど、総合力、舞台慣れ、技術、読みとかも全部含めて、なんかすげえって思って、やっぱもっと努力しなきゃいけないなと思ったんで。いや、本人喜びますよ。いやいや、本当にすごいよねって思ったんですよ。だから、でも M リーグで一番あの跳ねた人だよね。
跳ねたね、うん、跳ねたと思うし音のバネなかったかね。なんか、アキさんとかさ、跳ねたって言ったってさ、元がだってすごいからさ、そりゃ好きなだけ飛んでくださいだけどさ、ケイちゃんもともと地面怖がってる感じのやつがさ、もう、空行ったからね。すごいなと思ったんです。でも、チームを背負って戦う、しかも、毎日さ、平日にさ、4日もさ、対局あってさ、放送されててさ、いろんな人からさ、確実に、今まで見てもらった人数と比じゃないぐらいの人が見てくれる媒体じゃないですか、あれ。そうですね。どうだったの、あの舞台、あの今だから思う。まあ、今予選が終わった段階では、うん、あの、まあ、もちろん全然その言い訳にしたくないんですけど、うん、やっぱりそのマイナスが走っちゃってて、途中からね、どうしてもその取り返さなきゃいけないっていうので攻め気味になっちゃって自分の麻雀が出せなかったっていうのもあるんですけど、うん、なんかそれ以上にすごくこう緊張はしましたね。緊張したんだ。緊張するね。そのなんかさ、イレギュラーなさ、結構選択をすることがさ、うん、多いタイプなんですよ、僕。多くて、その選択をした時には絶対結果出さないと申し訳ないって思っちゃうのよ。うん、イレギュラーだもんね。そうそう、だから無難な方を選ぶかってなっちゃって、うわ、やっぱ失敗したってなったりもするし、難しいよね。難しい。でもそれ突き抜けた人の方が強いよね。そう、だからケンちゃんもそうだし、それね。そうそう、そう、ね、近藤さんとかもそうでしょ。せいさん突き抜けちゃってじゃん。突き抜けも突き抜けよ。うん、うん、だから幕は全部ぶち破るものみたいな感じで、なんか、ね、そう、やっぱ個人である、うん、個人でベストじゃなきゃダメだし、個人で、うん、どうこう考えてそれにチームが乗っかってるぐらいに思わないと、やっぱりね、気持ちの面がかなり大事ですよね。そうそうそう、なんかその園田さんがこう刺激になったというか、まあ、もちろん全員刺激になったんだけど、うんうんうん、あのもちろん強い人はいっぱいいて、うん、まあ、もちろん分かってるんですよ、強い人は出てきてたから。そうじゃなくて、出てきてなかったから一番刺激になったっていう感じ。そうだと思う、うん、隠れキャラが急に出てきて、そうそうそうポケモンみたい、隠れ強キャラみたいなのがいきなりバッと出てきたから、うん、あ、でもそれはね、うん、なんか最高位戦からしたらやっと来たよ園田みたいな、まあね、感じだけど、まあ、そう、周りからしたら知らんもんね、うん。で、髪型ってさ、どうなってるんですか？いや、別にどう思ったら、普通の綺麗な金髪じゃないですか。なんか歴代の髪型もここにも画像が載ってると思うんですよ、ここに歴代の髪型がここら辺にバーって。なるほど。どうオーダーしたらああなる？なんか、結局は金髪が一番いいよねっていう。何ヶ月に1回とか染めるの？何週間？20日に1回ぐらいはやってたんですけど、あの、この色になるまで。だけど、今あの、ちょっと…ブリーチ？ブリーチです、ブリーチ。マジか！死んでくよ！今ね、ちょっとね、ほら、これ暗い、暗いんですよ。ああ、はいはいはい。これちょっとわざとやってて、うん、黒もちょっと残して、いこうかなみたいな、感じのスタイルでやってます、ね。やっぱでも、すごいよね。でもさ、これでさ、毛根死ぬよ今32歳ですよね。32。32でもう殺しちゃし始めてる、それは大丈夫なの？いや、僕でも髪強いんですよ。え、そう思ってるのは自分だけかもしれないよ。いやいや、これはもう美容師さんが言ってるんで。本当？誰に聞いても。あと多いの量が、髪の量。いや、一気に失うときは一気にハゲ散らかすよ。大丈夫なの？いや、もう。でもさ、こんなにさ、あのさ、うん、男性プロでさ、見た目ちょいちょい変わったりさ、はい、なんか青になったりさ、グレーっぽい色になったりさ、なんかおじいちゃんみたいになったりさ、うんうん、あんなにいろいろやってよく持ってますよね。そう、何持ってますよね。いや、だからそのちゃんと生えてる。そういうことね、うん、まあそうですね。好きなんだ、そういうのが好きなんですね。おしゃれだもん、だって今日だってほらおしゃれじゃん。ないのよ、別に。おしゃれじゃないんだけど。普通の服とか持ってなさそうじゃないですか。綺麗だな、逆に。いやいや、持ってますよ、普通の。本当に持ってるけど、いつ見てもなんかちょっと変わってる方向ですよね。何に興味があって何が好きなの？洋服とか髪とかそのファッションが好きなの？まあ、別になんか、でも組み合わせとかおかしいんで、ファッションの。そうですか。可愛い服は好きですけど、うん、とかは好きなんですけど、でも、なんか僕、男性より女性の方が好きなんですよね。ん？あ、恋愛の話？え、何？間違えた。え、何？合ってると思う。人としての、うん、フォルムとしての話で、あの、男性っぽさってあるじゃないですか。ほんほんほん。筋肉とか。あ、はい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 。俺もそういうの、嫌なんです。
わかる、その感じ。わかる。だからあれでしょ、逆三角形よりも普通の三角形の方が好きってことでしょ、うん、全然違うね。そう、あれなんかさ、女子トイレと男子トイレのマークって女子トイレの方が好きってことでしょ、うん、いや全然違うね。そうちゃん、女子トイレが好きってことでしょ。女子トイレが好きなわけじゃないでしょ、別に。それは多分、ね、変態でしょ。そうじゃないのよ。形でしょ、フォルムが好きってことでしょ。柔らかい感じのものが好きってこと。いや、女性的なものが好きなんです、要は。どういうこと、女性的な感じのものが何。いや、だから、なんて言ったらいいの、じゃあ、それはもうわかん、だから、男らしさみたいなのが僕ないんですよ。うん、大丈夫、あると思ってない。思ってないでしょ、うん、そう、以上です。女の子になりたいわけじゃない。それはない。あ、そうなんだ、うん、心は男の子だよ。うん、と思いますよ。別に普通に女性が好きなんで、うん、いやいやいや、真面目な話で、うん、それはそうでしょ。可愛くなりたい。あー、可愛くなりたいっていうか、だってもうかっこよくはないわけだからさ、可愛くなる。かっこいいって言われてんでしょ。いや、かっこいいとは言われ、かっこいい、ファンの人からかっこいいって言われてるんでしょ。いや、まれに、うん、やっぱでもさ、顔がドストライクな人ってやっぱいるじゃないですか、うん、その別に一般的に見たら違うけどみたいな、うんうんうん、そういうところにハマる人が、あの 100じゃないよね、1000人に1人ぐらいいるんじゃないですかね。シアトリショーがど真ん中ってことでしょ、まあ、ど真ん中とまでは言わないですけど、まあ、そのいいなっていう。でもそれだけだってさ、絶対モテるかモテないかで言ったらモテるでしょ。もうモテるかモテないかで言ったらモテるよ。もうモテるかモテないかで言ったらモテるよ。おそれ、それはそうだろ。すげえすがすがしい。ほんと。モテないっすよって言わないでしょ。ってそれはモテるかモテないかで言ったらモテます、多分。かっこいい。タッキー呼んでほしい。いや、滝沢さんはさ、じゃだからこの話も何回俺テレビの前とかでしたらいいかわかんないんだけど、うん、あのね、滝沢さんって、マージャンで言ったら、100万とか、うん、まあ、3倍万とかなわけよ。そうね。俺、うん、1300とか。そんなことないよ、もっとあるよ。ぐらいなのよ。え、じゃあ分かった、じゃあ分かった。残金、あ、すべて込み、もろもろ込みね。うん、で、まあ、M リーグとかね。4%ぐらい。込みね、うん、まあ、残金とか、まあ、今 4% ぐらいじゃん。でもそれなら狙おうと思うわけ。え、何その言い方、何、どうしたの、何、そんなことないよ。どうした、どうしたのじゃなくて、いや、客観的にこう自己分析してるんですよ。オッケーオッケー、いや、続けて。これは藤田社長も笑ってたんで。うん、オッケー。そう、だから、そこだとやっぱ狙いに行くんですよね。うん、でもタッキー狙おうと思わないじゃん、無理じゃん。そっか、高すぎるか、目標が。そう、そういうこと。でもそうだよね、うん、なんかオーラスの役満条件とかさ、ね、途中でなんかもう現実見てさ、うん、なんかベタ折り始めるもんね、大体。そう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 、うん、それと一緒なんですよね。でも残響なら狙うじゃないですか。残響なら狙えるっていうことなんですよ、うん、要は、うん、以上です。お菓子食べる、うん、超美味しそうじゃない？いいよ。大きくおなり。なんだろうな。すごいな、可愛い。でもさ、なんか、うん、麻雀プロ今年でさ、何年目ですか？13年ぐらいですか、ね、13年目、はい、あ、先輩ですね。敬語使いますわ。え、何年目ですか？9年目です。長いね。意外といっちゃってるでしょ。いっちゃってるね。そうだな。そんなになる？そう、22からだから。そんなになる？アタスの、アタス、アタス22からだから結構だね。結構やってるのよ。キャリア的には。そうなのよ。やっちゃってる、やっちゃってんのよ。やっちゃってんな。でも13年も結構じゃないですか。22ぐらいからでしょ。いや、20歳から。20歳からか、うん、試験受けたのが19で、20歳から正式に、まあ、プロって名乗り始めたのは20歳から。シアトリショーの人気はいつから上がってきたの？いや、別に人気はないですけど、なんかタイミングが噛み上がってて、うん、あのあるよね、モンドさんとかに、わかる、あるよね、僕出してもらったのが一番大きくて、うん、そうだ、あの時ちょっとざわついてた周りが、シャトリさんでだときやっぱ印象残るんだろうね。だし、そのちょうどそれまでずっと8人でモンド杯やったんですけど、それは12人になった時で、はい、でその12人になった時の直近のモンド杯の収録するタイトルがマスターズだったんですよ。で、それ勝ったんですよ。そうだそうだ。それ優勝したんで、それで、それで。何歳の時ですか？26とか27とかじゃない？すごいよね。あ、ごめんなさい、27かな。ビッグタイトル。
で、そのモンドさん出てるうちに、はい、アベマ TV で RTD リーグが始まって、はい、声かけてもらって1年目から RTD リーグ出してもらってみたいな。タイミングがバッチリ系じゃんしよね。バッチリ系。しかもやっぱそこそこそのやっぱ M リーグから見始めた人って、うん、わかんないかもしれないんですけど、そのテレビ対局においては結構勝ってたというか、そこそこの成績は残してたわけ、うん、え、存じてます、存じてます、うん、だからね、なんかうまくいってました、ね、取るタイミングと取る場所がもういやもう噛み合いよね、うん、うん、持ってる本当に。だから別に何のあれもなく、ただ本当についてたって、ついてたというか、まあ、実力もあってのいやいや、まあまあ、まあ、話ですからね、ついてたと思いますけどね。男性プロでそれってよりなんか難易度高いですよね。まあ、チャンスが、うん、少ないイメージがありますよね。と思います、うん、女性よりも、うん、だからこそやっぱ別に名前とか出さないんですけど、うん、あの麻雀家庭しかねえってあるじゃないですか、うん、友達だ名前出すんかい、うん、名前出すんかい、うん、うちの団体だわ、うん、で、うん、確かに家庭大事だと思うんですけど、うんうんうん、なんかあえて言うんだったら、僕は麻雀プロは結果しかないと思ってるんで、だから今回 M リーグでこう負けたのもやっぱダメだったのと、麻雀プロとして本当にダメだった。自分のポイントで、ね、別にもう、うん、あのもう別に内容で見せるのももちろん、まあ、それは当たり前じゃないですかプロだった、うんうん、なんですけど、プラスアルファね、もう結果も大事っていう、うん、聞いてますか友達さん、いや別にお元気ですか、そういうことじゃないね。いやでもね、それはね、うん、テレビ対局とかその誰かに見てもらうメディア対局はよりそれを強く思います。そうだね、うん、やっぱり見せてる麻雀って、ね、内容これだけ良かったよねってやっぱり評価をされない結果ね、うん、結果が大事。でもそれはさ、オリンピックとかだって何だってそうじゃん。フィギュアなんてみんなすごいしさ、うん、みんなよく回転して回ってて、ね、何回転もよくやってて、うん、私たちから見たら何も自分たちでできないことやってみんなすごいのに、その中でさ、羽生くん何がすごいのって言ったらさ、あんだけ金取るからすごいね。すごいよね、結果だよね。顔もかっこいいしね、顔もかっこいいしね、 ああいう感じでしょ、ね、なんかもう男性っぽくなくて、あ、そう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 、やった話はなんか結びついたね。あれは羽生くん可愛い、うん、でしょ、うん、分かる分かる。しかも線がめっちゃ綺麗じゃん。 あ、綺麗綺麗、細いし、うん、んな感じ、足長いし、そうですね。プーさんめっちゃ飛んでくるもんね、めちゃめちゃ飛んでくる。羽生くんね、滑り終わった後尋常じゃない数のプーがすごいよねあれどうしてんだろうね。確かに確かに。今後は麻雀界もなんかそういうの投げ何とか出てきた時にほらなんか大量にシャトさんのところにも投げチョコとか甘いもの好きだし、なんかほらあるかもしれないけど、はい、どうするんですかね一流トップ選手って。なんかあれじゃなかったし、なんか勘違いだったらあれなんですけど、あのなんだっけ、寄付だ、寄付でしたよね。え、違いました、寄付だった気がする、ね、そうだよね、俺もそうだと思う。病院とか保育園とかいろんなところに、ね、いい話ですよね。寄付したいよね、プーさん。すごいよ、話が、それは。幼少期の時って、シャトルさんどんな子だったの？何が得意だったの？こう学校勉強得意でした？得意な方だったと思いますよ。学生の頃からモテたの？学生の頃からモテたの？でも中二病ですよね。ね、うん、高校生の時はなんかまあ普通ぐらいです。初めての彼女は何歳？ね。